こんにちは。皆さん、英語コーチの香織です。今日もオレゴン州のポートランドよりお送りしています。私は英語環境で英語を使って仕事や生活を多くしている方向けの英語上級者コーチングを提供しています。今日の動画ではゲストの方にお越しいただいています。ハワイ在住の発音コーチをされているアイコヘミングウェイさんです。アイコさん、よろしくお願いします。香織、はい、さん、よろしくお願いします。 はい、ぜひじゃあ i さん自己紹介簡単にお願いします。あはいえっとそうですね。英語上級者で英語環境で働いている方に英語の発音コーチングをしています。であの私の教えてる内容ってあの口の形とか舌の位置とかそういうのだけではなくその学問の域から出てその生きたダイナミックな 英語のの発音をを手に入れる方法ってていいうのを紹介しています。で、今アメリカに21年目で21年住んでいてで、えっと、本当に最初は全くその英語が話せない本当にカタカナ発音からスタートしたんですよだから本当に通じないっていう経験を本当にたくさんしてきてでそこからこういろんな発音の練習をしてきて。 で学問でも習ったし、言語学でも音声学とかも習ったし、えー、また発音矯正のプロからもレッスンを取ったり、そしてあの歌とかコーラスとかにも入っているので、その音楽の部分の,そのダイナミックな部分も習ったので、今はそれを全部なんかこう融合して、コーチングをすごい経験、すごい経験の融合ですね。<laughs> 愛子さんにしか教えられなないいい領域だとと思まますす <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、じゃあ今日はですね愛子さんもはアメリカに来て21年っていうことですよね大先輩なんですけど、えー、21年間アメリカにいて英語環境でなんかもう実践でもう英語環境の中に入って生活とか仕事をしていく中で大事な力っていうのを 聞いていいてきたいんですねどういうところを大事な力だなと思ってますか、えっと本当にあの最初英語が全く話せないからその言葉でではコミュニケーションが取れなかったんですねだからどうしたものかと思ってでその中で発音の練習もしたけどでも音楽を通して友達ができていったんですよ。 だから言葉ではコミュニケーション取れないけどでもなんか弾いてなんかみんなで弾いてコミュニケーション取るみたいな感じで、うん、その発音とかあのコミュニケーションできないけどミュージシャンの友達がそのあのカリフォルニアのすごい小さな村に住んでたんですけどその中でミュージシャンの友達が増えていったんですねだから何て言うんですかね言葉だけじゃないしまたは どうにかしてその通じないんだったら、どうにかしてコミュニケーション取ろうかっていう風に考える。なんか想像力ですかね。<laughs> なんか想像力がついていくっていうのがすごい。私の中で大切なスキルだったんですよ。だからそういうのから入っていくっていうのがすごい。おすすめだなという風うに思います。 うんどうにかしてコミュニケーションをとっていくいいですねうん。なんかそこ結構諦めてしまう人って多いかもしれない。たぶん昔の私だったら諦めてたかもしれない。<laughs> はい、そうですねあの。私も本当に同じところを通ってきたんですけど、あの例えばカフェに行ってって、なんかこう。 バニララテみたいなのを頼みたかったっていうことがあって、その私のバニラの発音が全然通じなかったんですよね。だから、えー、と私は多分バニ,バニラ、バニラみたいな感じで発音してて、でも英語、アメリカ英語はバニラじゃないですか。だからその発音が全然通じないっていうのがあって、どうしたものか。 最終的には紙に書いて <laughs> 紙に書いてこれっていう風に見せたりとかあとその単語が通じないんだったら違う言い方をしてみるとかジェスチャーを使ってこうやって手でこう手で説明してみるとかあの本当にあの それだけじゃないあのこう一個がダメだったら違うことをやって <laughs> やってみるみたいな感じでなんかこうワイルドに <laughs> いろんな方法を試してみるっていうのがなんかすごい有効だなというふうに思いました。 いやすごいすごい。なんかその諦めない精神をすごい伝わってきますよね、愛子さん。やっぱ諦める人絶対多いんですよ、こういうところで。でいいまあいいかな、なんかバニララテなのにモカとか出てきたら、まあいいかなみたいな感じで、自分が悪かったしみたいな、うん。そこのなんか諦めないでジェスチャーを使ったり書いたりとかして、でも動くと多分次につながっていきやすいのかなって思いますね。うん いやすごい。いや、a i さん、本当にいろんな発音の方を学ばれたり、の専門、その学問としての専門知識も UCLA であるし、歌とか発音コーチをつけてとか、いろいろ学ばれて、多分あのいわゆる発音オタクだと思うんですけど <laughs> あの、日本人の人って結構発音学ぶ人多いじゃないですか。 うん、けどやっぱりなんかこう学問っぽい感じで学ぶ人が多いようなまあ発音に限らずスピーキングとかリスニングもそうですねなんかこれこの本をやればいいとかこれをやればあのななんだろうな定型文っぽい感じというかまあ学んだ英語っていう感じの域が多いかなと思うんですけどそれどう思いますか日本人の英語の発音はいや私もあの本当にあの 学問私も学問から入っていったから舌の形とか発音記号とか、うん、そのどういう風に発音するかってすごいなんかだから言語学とかすごい学んだから、うん、も,うものすごい難しい単語をたくさん知っているわけその普通の,その普通に生活してるアメリカ人の人たちが 知らないようなすっごい難しいような言語学とか音声学の単語私はすっごい知っているんですねで頭でっかちになっていったでそれで頭でどんどん考えるようになっていったんですよねであの私今コーチング発音コーチングしてるんですけどクライエントさん で、でそういういい方が多いんですね。だからあのまさに私の,あの昔の <laughs> 状態頭でっかちになって学問ではいろいろ知ってるよっていうでも発音すると日本語っぽい、うん、やっぱり学問の域学問では学ばないようなことを学んでいかないとやっぱり日本語の音からは出られない、うん、と思ったんですよね。だからその学問って 例えば音声学でもその英語の発音を教えているその音声学の教本にしてもそれって英語ネイティブの人が作ったものじゃないですか。 だから日本語のそのエネルギー振動の多さ空気の多さとの差が書かれていない、うん、だからその音声学の本英語で書かれた音声学の本をそのまま英あの日本語に持ってって日本語で翻訳してそれで発音を学んでもその日本語と英語の違いがその本には入っていないんですよね。うんだから 学べない。学べないんですよ、うん、え。そこからどうやって出るかっていうのをすごい。あの私模索したから。その学問的な音になっちゃって、日本語の音から出られていないっていう人の気持ちはすごいわかりますね。だからそういう人を中心に教えてます。うん、なるほどね。確かに日本語のそういうところを知らない。ネイティブの先生とかだと、そこの差がわからわかんないまま教えて。 だからその差がある人にとってはどう差を詰めていくかよくわかんないですね。うん。いやそうなんですよね。だから差は日本語と英語はもうものすごい大きくって日本語の範囲でどんなに英語の音を練習しても英語の音には一生行けない。 っていうことに気がついて、こことここをつなげていかないといつまで経っても繋がらないっていうことに気がついたんですよね。だからアメリカにどんなに長くいようと、40年50年住んでいようと、英語の発音がまだできないとかあの。 その日本語環境を選んで住んでいる日本人の方多いじゃないですか。いやその英語を使いたくないんだったらそれは個人の自由でいいと思うんですけど、でも英語環境で働きたいとか、英語の環境に持っていきたいけど、英語,あの英語がネックになっているのであれば、そこから出るっていうことをしないといけないですよね。その英語が向こうからじあの自然にやってくるのを待っていても、来ない来ない。<laughs> アメリカにだから40年、50年住んでいる人のそういうい英語の悩みとか聞いていると、英語は自分から掴みに行かないといけないんだなっていうのすごい思います。あす,ごすごい、すごい。分かります。発音もまさに、ね、ああの留学したとか、海外転勤したとか、移住しただけだと本当に変わらない。発音も自分から取っていかないといけないし。 じゃあスピーキングとかリスニングとかディスカッションとか,なんか複数名の会話もい,いつかやってくるいつかなれるかなって言うと本当になれなくてじゃあ例えば今日複数名の会話に入れないんだったら何もしなければ5年後も入れないしえ誰かコミュニケーション1対1でも話が続かないって思うなら何かしないと5年後もずっと話続かなくてそれで、ね、アメリカにいて何十年って立つことってありますよね。 いや本当そうですよね。だからあのどれだけ長く勉強しているかとかそのにあの私のクライアントさんで日本に住んでいて40年あの英語の勉強してきたけどっていう方がこの前、うん、英語コーチングあの発音コーチングを取り始めたりとかしたんですけどだから何年 英語の勉強をしていようと何年そのアメリカとかカナダに住んでいようと自分が変わらない限り環境が変わっても何にも変わらないし自分がそう勉強とか練習とかしていてもその自分自身が変わらないと何も変わらないっていうのをすごいあの見ていて思いますね。あの 私自分自分自身の経験からもそううの、うん、かるわかりますこれ聞いていたい人いっぱいいるんじゃないかなぐさぐさぐさ本当に日本にいようがアフリカにいようがアメリカにいようが中国にいようが、うん、仕事してようが生活してようが自分で変わる人は本当に1ヶ月とか1年からすごい変わりますよねでも変わらない人は本当に何十年 勉強を続けててもその必要な英語とかマインドセットが身,身についていかないかなって思うんですけど愛子さんはそれはアメリカに来てからこう結構早い段階でそういう感じだったんですかあの私,私アメリカに来て3か月くらい住んでたら英語ネイティブになるって思って来たんですよ。うん、でも全然,全然違ったったていうのを あのアメリカに住み始めてすごい痛感したんですけどあの私最初に結構思い切ったことをやってもうだから3ヶ月住んでいたら英語ネイティブになるって思って、うん、でもうそれくらい絶対に英語漬けにして英語練習するぞっていうふうに思ってきたから最初日本人が本当にもう全然いないカリフォルニアのすっごい田舎の村に 村 <laughs> <laughs> 人口5000人くらいのすっごいちっちゃい村に行ったんですよ。でそこでだから日本人だから常に私一人だからそのセカンドラングエッジで英語を話している人は常に一人っていう環境に最初からアメリカ生活の最初からそういう風にしたんですよね。だからその 今ハワイに住んでいて多分日本のか日本人の人すごく多いと思うんですけどどこにあるか知らないし日本人の友達がいないっていう感じだから何て言うんですかねアメリカに住んでるとその日系コミュニティとかあるじゃないですか日本人が日本人同士を探すっていうそれを私はしないで日本人一人っていう環境にずっと自分の身を置いて 私はここで生きていくっていうふうに覚悟を決めていったんですね。だから最初,最初からそういう感じ、うん、で最初からそういう環境に住むんだっていう将来を見据えて最初からそういう環境にしていったっていう感じでしょ、うん、面白い。最初からその、ね、選ぶ 気力がすご私もなんか大学の時に1年間インターンシップでロサンゼルスに来た時にその在籍しないといけな,なかった日本あ英語学校があってそこ9割日本人だったんですよねだからすごいもうなんかやる気、うん、英語付けと思って最初アメリカ来た時にすごいびっくりしてがっかりして毎日打ち返って泣いて <laughs> 学校行ってもみんなに英語で喋っても日本語で帰ってくるからなんか何のためにこれ来たんだろうっていうのが悔しくてでもなんかそこからはあの日本人が周りにいようが自分が日本語を使う時間があろうがなんかそれよりも多くて英語をいっぱい使っていく環境に自分でこうシフトしていったり自分で選んでいけばあとかんとか なるなんか本当に周りの人がいようが今いるかいないかっていうエクスターナルに関係なくだろう自分で何とかしていくさっきも自分で札を身につけるとか自分でコミュニケーションしていくとか思っていればあのなんかすごいできるんだなっていうのを感じたんですけど愛子さんの最初からのもその将来を見据えてっていうのがすごい。<laughs> いやでも、あのー、カリフォルニアの,そのすっごい超田舎から大学に行くのに私ロサンゼルスに4年目そのアメリカ生活4年目で引っ越してきたんですね。でやっぱ日本人多いからその大学の中で日本人すごく多かったから日本語と私話し始めるようになっちゃったら英語力がガクーってすっごい落ち,落ちたんですね。ってて落ちてわっ やばいって思ってて思、うん、だから香さんと一緒ですよねそのロサンゼルスで日本人がすごく多いだから日本語を使ってしまうだから私もすごいその時期すごい悩んだんですよねでそうだから私も結構かおりさんと同じで日本語を使ったら英語がもうガクって落ちるで日本人がすごい周りに多いロサンゼルスでそれででも ら本当香里さんと同じかもしれないでも環境は関係ないそれは自分で作っていけばいいからっていうことでちょっとずつこうシフトしていってでやっぱりその英語だけを使うように心がけるでやっぱりその何かをしようっていう時にその日本人のグループを探すっていうことをしないからやっぱりその地元のグループとかに参加していくとやっぱりその日本人一人っていう状況にどんどんなっていったからやっぱり 行動範囲をその日本人のグループ日本人のサービス日本人の友達っていう風に制限しないで行動していったら自然と日本人一人になって英語が使えるっていう環境になっていったから、うん、どこに住んでいるよってやっぱ関係ないっていうのをすごい思いますねうんうんうん分かります同感です関係ないですねうんすごいありがとうございますサンゼルス UCLA ですもんね 私息子 UCLA で産んだんですけど <laughs> 病院の方で <laughs> そうなんですね <laughs> ありがとうございます愛子さん、えー、たくさん経験を教えてくれてありがとうございましたじゃあ、えー、と発音これからその愛子さんがお伝えしているようなダイナミックな英語環境で通じる発音を身につけたいと思っている方は、えー、何か愛子さんのところから学ぶもの学べるリンクとかありますか えっと、あの無料であの、無料ワークショップ動画っていうのをあのこの前作って録画したんですけど、この中であの上級者の方にすごい効果的な発音のポイント3つっていうのを紹介したんですね。で、これ無料で見れるので、ぜひサインアップしてみてほしいんですけど、サインアップしてから9日間しか見れないように限定になっているんですね。で最後まで見た方には 特典があって私が直接その方の発音をチェックするという特典を最後まで見た方につけているのでぜひそれをあの利用してもらいたいなというふうに思います。あの私本当に 私のクライアントさんが今悩んでいることって私全部経験したから経験してきてるからどこでつまずいてるか本当によく分かるんですねなのであの発音って本当に普段生活アメリカで生活していても自分 自分から発音を学ぶっていうことを探していかない限り、発音を学ぶ機会っていうのは向こうからはやってこないものなんですよ。うん、なので、ぜひこの機会に自分でそのチャンスをつかんで、発音をチェックしてもらうっていうこの特典を受けてみてもらいたいなと思います。ああすごい変化のきっかけになりそう。本当にね、発音も何も英語も歩い,歩いてやってこない、<laughs> 自分から取りに行かないとっていう感じですね。 はい愛子さん、今日はありがとうございました。皆さん、特典受け取ってください,い,、はい。ありがとうございます。